はい、こんにちは。神奈川県横浜市の警備会社、株式会社ビージスです。画面真っ暗ですね。今ね、ちょっと仕事帰りで全然街灯がないエリア撮ってるんで真っ暗なんですけども、今日はね、ちょっと取り急ぎ東京都知事選挙の結果についてお話ししようかなと思って、大方の予想通りというかね、小池さんがね、まあ、3期目の当選ということになりまして、がっかりしたっていう思いと、あとはね、まあそうだよなっていう思いと、そんな半々な気持ちですよね。まあネットではね、圧倒的になんで小池なんだと、そんな意見がほとんどだったように思いますけれども、やっぱりね、まあ組織票っていうのは本当強いんだなっていうのは実感しましたよね。で、2位が石丸さん、3位が蓮舫さんということで、組織を味方につけた人たちがやっぱり上位3人に入ったっていうのは予想通りかなと。で、まあそういったね、組織がバックにない人たちも今回ね、まあネットを中心に選挙運動本当に頑張ってね、いらっしゃって、田母神さんが4位に入り、宇都宮さんがね、5位か6位になって、まあちょっとね、今回の選挙はね、そういったバックに組織を持ってない人たちの、まあ躍進というのかな、躍進と言っていいのかな。で、まあそういった人たちがネットを中心にね、応援されて、まあ僕も含めてね、応援されて注目を浴びたという意味では、ちょっと今までの選挙とは違うなというところは感じましたよね。僕がね、以前から動画で伝えてた通り、この3人、組織票を持ってるこの3人、誰になっても東京やばいよと、日本やばいよということを伝えてきましたけれども、まあ小池さんがなって、これから東京都本当に大変なことになるのはまあ必要ということは否めませんよね。外資系企業がね、これからどんどん上下水道インフラを中心にどんどん入ってくるでしょうし、神宮外苑のね、イチョウの並木も伐採されるんじゃないですかね。それと都のね、今進めてる新築する建物の全てにソーラーパネルの義務化、そしてそれは中国企業に流れ、耐用年数が過ぎた太陽光パネルは廃棄に困り、みたいな、そういった状況がどんどん東京都を中心に進められていって、はい、もう日本終了ということで、さよならっていうわけにいかないんですよ。だから僕にもね、小さい子供がいるし、それこそね、あの小さい子を持ってる親御さんたくさんいらっしゃいますからね。子供たちの世代が大人になった時に本当にもう日本がなくなってたら嫌ですよね。子供たちがこの日本の土地で奴隷としてね、生きていく社会になんか絶対したくないじゃないですか。まあそういう風にしたくないっていう人たちが投票したのがね、今回の田母神さんだったり、宇都宮さんだったり、桜井さんだったり、あるいはひまそらあかねさんだったりね、するのかもしれません。しかしね、まあ彼らが都知事になれなかったっていうことで、まあその悪い流れっていうのはどんどん推進されていくんですけれども、自分の子供のね、ことだけじゃないですよ。日本人の子供たち、そして子供の子供たち、そしてまたさらに子供たち、その子供たちということで、繋いでいかなきゃいけないんですよ。2600年以上続いてきているこの日本。これが今本当の危機に瀕してるんだという危機感が、今回ね、ちょっとだけね、高まってきたんじゃないかなという気がします。投票率が 60% を超えてたということで、まあ、それでも 60% ですけどね。2022年の参議院選挙ですら 50% 切ってましたから、それに比べたらね、だいぶもう 10% 上がってきてるということですからね。やはり、そういった国民の意識っていうのは、ちょっとですけどね、高まってきてるんじゃないかなっていうところは、ありますよね。ただね、まだ 60% ということで、大半の人たちは、その日本の危機っていうことにリアリティがないんですよね。それっていうのはいろんなところで感じてて、やっぱりね、コロナの時がそれ顕著でしたよね。その新型コロナウイルスが2020年に流行り始めたっていう時に、
そのテレビの情報、ネットの情報ばっかりに惑わされて、実際のリアルで自分の目で見ていることに逆にリアリティを感じてない人が増えましたよね。だってね、ネットとかテレビでコロナ怖い怖いって言ってても、あなたの目の前にいた人たちでコロナで死んでる人いました？その時風邪とかね、ウイルス的な症状が出てる人は確かにいましたけど、そんなの毎年あることであって、その新型コロナウイルスで本当に苦しくて死んでる人って周りいました？僕の周りいませんでしたよ。けどそれでもテレビやね、ネットで流れるコロナ怖い怖いっていうのに惑わされて、そしてワクチンを打ってしまうという、ネットの世界の方に逆にリアリティを感じちゃってる人の方が今多いんですよね。日本がどん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 外国企業や外国人に対して優しい政治を進めていく、逆に日本人がどん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 苦しくなっていく、この日本の土地にあって日本人を貶め外国人を優遇するみたいな政策がどん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 進められていくんですよ。それに対して怒ってる人がまだそんなにいないからこその今回の都知事選挙の結果だとは思うんですよ。だからそこのところをね、意識をもうちょっと高めたいですよね。この日本国っていうのは、我々がね、育ち住んで今暮らしているこの土地っていうのは誰の国なんだと。我々日本国民の国ですよ。それをね、差別はいけないだとか、日本はね、過去に侵略戦争をしただとか、だから日本人は良くないんだとか、以前動画で言いましたけども、日本が敗戦して GHQ によってね、ウォーギルトインフォメーションプログラム WGIP ですか、それによってやはり自分の国、そして自分たちのルーツ、自分たちの先祖に誇りを持てない国にさせられてしまったんですよね。まあそれがね、戦後もう79年続いてしまって、国に対する誇りだとかそういったものがこうもう本当に消えつつある中で、その反動っていうのがね、これから起こってくる、そういった効果を感じた今回の選挙でしたね。田母神さん、宇都宮さん、桜井さんのやっぱり演説すごく人集まってましたし、ネットでのね、視聴回数もものすごい上がってましたからね。それは戦後のそういった自虐史観に対する反動、そして本当にやばいんだっていう風に思ってる人たちが今増えてきてるんじゃないかなという風に思いますね。ただ小池百合子さんね、小池百合子都知事がね、またこれから4年間続くのは本当にちょっと辛いですよね。だからこの4年間でその日本がやばいんだという実感を持った人たちがどれだけ小池都知事の暴走、売国を止められるかですよね。そういった意識は今回の選挙をきっかけに大きく高まったんじゃないかなと思います。それはやはり選挙演説だとか、それをネットで配信されたことによって、田母神さん、宇都宮さん、桜井さん、そういった人たちが訴えていることが今回の選挙によって広まったんじゃないかなっていうところがいいところだったとは思います。